大間経由北海道ツーリング7日目の朝です。今私は宗谷岬のすぐ近くにいます。昨日はね、こちら民宿宗谷岬様に宿泊させていただきました。こちらはですね、屋内にバイクをね止めさせてもらうことができるのと、工具もね自由にお借りすることができます。実は2000キロ以上走ってきて、チェーンがね伸びてね、どうしようかなとね思ってたんですね。今朝ね、こちらで工具をねお借りしてチェーン調整をねすることができました。ここはね、とてもねおすすめの宿です。ではね、今から宗谷岬にもう一度ね朝一行って、それからね道東の方に向かいたいと思います。では行きましょう。あれ行けないね。はい、来ました。行きましょう。今のは何だったんですかね。ちょっと気になりますけど、まあ、大丈夫みたいです。スケジュールなんですけれども、このオホーツク海岸沿線を東に進みます。まずですね、エサヌカ線に行きます。それからさらに東に進んで門別で巨大カニ爪と、一緒にねこのバイクを撮影しようと思います。そして網走ですね、網走ではサロマ湖とかコシミス原生花園とかですね、ちょっと、寄れるところにはね、できるだけ寄りながら東に進んでいこうと思います。そして今日天気がね、まあ、今はいいんですけど、ちょっと曇りがちになると思うんですが、雨がね、降ることはないので、知床峠までね、行こうと思います。そして太平洋まで出まして、そこからね、海岸沿線を南下します。そして野付半島の手前から再びね、内陸に入って、海洋台をね、目指したいと思います。そしてあとは時間次第で、摩周湖とかね、神の小池とか、その辺りを、巡っていきたいと思います。今日はね、おそらくこのツーリングで一番、長い距離を走ると思います。600キロを、ね、超えるかもわからないです。まあ、この Z125 なら走り切ってくれると、思います。はい、今朝ですね、ちょっとスタートがスムーズに、ね、いかなかったんですけれども、実はですね、おととい、エンジンがね、非常にかかりにくい時がありました。まあ、初めね、トラブルかなと思って、まあ、燃料系統のトラブルか、傾斜センサーの故障か、もしくは電気系統の故障かね、ちょっとね、いろんなことが頭をよぎったんですが、なんとかね、エンジンかかって、それ以降はね、まあ、かかりはね、悪くはなくて、問題ないです。でちょっとね、そういうこともあったので、ちょっと心配だったんですけれども、まあ帰ったらね、まず一番考え、簡単にね、最初にすることはプラグですね。まあ、プラグをね、交換して、改善するかどうかをね、ちょっと帰ってからね、試したいと思います。あとですね、チェーンなんですけれども、まあ、今朝ね、チェーンの調整をね、したんですけれども、北海道に入ってから、やっぱりね、巡航速度がね、速いんですね。まあ、前後車に挟まれてしまうと、どうしてもね、ちょっとスピードをね、出さざるを得ないんですけれども、それでね、やっぱりちょっとチェーンの伸びがね、激しかったのがあったのかもわからないです。ですからね、今日は、ちょっと
ね、巡航速度をね、少し落とします。まあ、わずかにね、落とすだけでもね、効果がね、あると思いますので、まあ、今日はね、巡航速度を落としながら運転していこうと思います。はい、ではね、今日最初の目的地であります、餌ぬか線に行きます。はい、餌ぬか線です。はい、ここに来た途端ね、日が差してきました。いやー、なんかね、ついてますね。まあ、雲はね、多いんですけれども、ところどころね、青いね、空もありますし、まあ、贅沢を言ったらね、霧がありませんので、まあ、これぐらいでね、もう本当にね、よしと、したいと思います。いやー、本当来れてよかったです。まあ、2013年にね、来た時には雨でね、本当にね、もう本当記録的な、ね、映像しか撮れなかったんですが、まあ、今回はね、雲は多いんですけど、ね、まあ、いい映像とまでいかないかもしれないんですが、まあ、そこそこの、ね、映像がね、多分撮れると思います。餌ぬか線ですけれども、この道はですね、猿払村の農道になります。で、なぜね、このような道が作られたかといいますと、もともとね、海に向かって農道がね、何本もあったんですが、まあ、それらをね、効率よく行き来するために作られたのが餌ぬか線ということです。で、全長はね、16キロありまして、直線部分は4キロと6キロに分かれています。で、今はですね、この道を使うのは実は地元の方はもう2割しかいなくて、8割はですね、道外の方になるようです。コロナ対策なんですけれども、今のところですね、自分の決めたルールに従って順調にね、推移してます。コンビニに入るのは1日2回までで、チェックインチェックアウトを含めて2メーター以内に人に接するのは1日4回までということで継続してます。そしてね、屋内の施設には一切入ってません。ただですね、1回だけ小樽でお土産を買うために、区内に、ね、入りましたが、これはね、対象外としてます。そしてトイレなんですけども、これもね、対象外としてます。それから自分がですね、無症状での感染者である可能性がね、ありますので、宿をね、出るときには自分がね、触ったリモコンとかスイッチとかね、ドアノブを消毒してチェックアウトをしてます。はい、このツーリングでの北海道も今日含めてね、あと2日となりますけれども、自分で決めたルールをね、守りながらツーリングをね、楽しんでいきたいと思います。はい、紋別まであと51キロのところまで来ました。紋別の、ね、印象なんですけれども、私の中ではもうやはり流氷ですね。
で、流氷が接岸する町というのはですね、紋別だけじゃなくて、まあ、網走であるとか、あと、まあ、知床の方にもね、接岸してると思います。それから野付半島で、都市によっては釧路までね行くこともあるようです。ただ流氷の町として一番真っ先に出てくるのはね、紋別になります。はい、到着です。よいしょ。